こんにちは、今回はですね、ちょっととある場所に行きまして、そこへね、向かってる途中の車内でちょっと藤倉メンバーであることについて語り合いました。しかも、すげえ、ほんとだ。はい、クイズ。どうも、藤子クラフトのりょうです。マッキーです。何それ。みんなそういうのがあるのよ。みんな出してる、そういうの。ちょっと今回はですね、ちょっと車の中からお届けなんですけど、というのもちょっと今実は社員研修でですね、はい、奈良に向かってまして、三重県から奈良県に行く山道で撮影しています。ちょっとじゃあ紹介しようね。今日は後ろにも藤倉メンバーいます。今日4人ですけど、藤倉のばんちゃん、ばんです。達也ですね。どうも、達也です。まあ全員大工なんですけど、実は後ろの車にも4人ぐらい乗ってるんですけどね。ちょっと今回4人でちょっと語ってみようと思うんですけど、はい、テーマはですね、大工のお金事情についてちょっと話してみたいと思います。それは給料的なものってこととか、なんか、まあ、もちろん給料もそうだし、建物の値段とか材料費とか、建物の値段もそうだし、まあやっぱみんなね、大工さんって職業って実際のところどうなのってのあるじゃん。うんうんうん。実は今日僕ら大工士の会っていう大工集団があるんですけど、全国各地から40人の大工が集まるんで、僕ら前回の、まあ、前の動画でも紹介してるんですけど、家大工って言って家大工って言うんですよ。家を作る大工さんなんですけど、大工ってとにかく難しいんだよね、仕事技術が。だから最初は大工見習いで入るんですけど、1年目ってもう本当に使い物になんないんだよね。みんなそうだけど、だからとにかく安いんですよ、給料は最初は。そうだね。達也君18で大工になってますけど、まあ僕も同じなんですけど、ちょっと今で言えないぐらいの法に触れるレベル。いや、法に触れてる、完全に。今だから言えるけど、もう10年以上前だからね。だからチロルチョコで言うと、チロルチョコ3000個月。チロルチョコ1個で売ってるの？それは言っちゃダメでしょ。想像しないと。それは想像しないでしょ。僕は大工1年目、給料はチロルチョコ3500個分でしたけど、給料でチロルチョコ3500個もらったらちょっと高いように感じるの。まあまあね、もらったより基本的に1日100個円ね。1日100個以上だね。うん、辛いな、毎日仕事は。まあとにかくね、安かったですね。でもね、安くてもしょうがないと思ってました。なんでかって仕事ができないから、もう本当なんか出勤しても道具箱作ったりとか、刃物研いだりとか、なんか全然会社に貢献しないんですよね。うん、自分のまあ本当に自己研鑽の場でしかなかったような感じがするんで、最初の3ヶ月なんかはもうあれでしたね、ひたすらほうきとちりとりで現場を吐くっていうのがやっぱよく覚えてますけど、むしろマイナスだよね、会社からしたら。あ、そうだね、会社から言ったら親方の手を止めて教えてもらうっていうの。あ、そうだね、親方の手を止めてね。まあ、今の時代はね、もうそんなことはないんでしょうけど、お金を払いながら、技術や知識を教えるっていう、まあ、感覚だったんだろうね、昔の職人さんっていうのは。だから逆に金もらいたいぐらいだったんだろうね、きっと。だろうね。だけど、まあ、それはまあ昔の考え方で、まあ、そんな厳しい時代もあったということで、今は違いますからね。今は最低賃金っていうのがあるんで、まあ、職人の世界って結構そういうグレーなところがたくさんあるからね。まあまあ、とにかくその大工職人、まあ、大工だけではないと思うんですけど、要は技術を要する仕事じゃないですか、大工って。だからまあ技術が身につくまでは、まあ、要は使い物にならないわけだから、むっちゃ安かったっすよ、給料は昔は。僕らまあ刃物を必ず使うんで、毎朝行って親方たちの砥石のバケツの水を毎朝変えるとかね、あったりする。俺
1年目の苦労話みたいな。よく覚えてるのはやっぱり一服の時間に研ぎ物をして、飯食ったら研ぎ物をして、3時の一服でも研ぎ物をしてはすごい覚えてる。あ、そうだね。それは本当一服の時間を必ず苦労話っていうの。そう、研ぎね、研ぎ。それがまず僕ら大工はあの刃物を切らしてなんぼなんで、あの仕事の時間に研ぎ物してると怒られるわけですよ。だから研ぎ物っていうのはもう本当に休みの時間とか、まあ、家帰ってとか仕事前とか仕事後とかにやらなきゃいけないわけ、うん、はい、だから休憩も休憩じゃなかったよね。休憩じゃなかったね。ただまあやった分だけ身につくからね。うん、研ぎは本当やんなきゃうまくならないね絶対。ただでもそういう研ぎもさ、もしもし、うん、あの楽しくなってくるんだよね。なってくるね、うん、全然途中からもうなんかそう刃物がどんどん切れるようになってくるから、うん、ちょっと切れ味が落ちると自分から研ぎに行きたくなっちゃうもんね、うん、刃物が好きになる、うん、まあ本当ね、包丁とかも研げるようになるし、まあ、決してあの嫌なことばっかじゃないっていうね、うん、本当だからね、大工さんってね、あの1ヶ月とか1週間で辞めちゃう弟子が多かったんだよね、昔は。あ、1週間なんていたんだ。一週もう3日もいるし。あ、その最初は本当に厳しい。何にもできないし、何かすれば怒られるし、で給料安いし、もう地獄だねこれ最初。地獄だな。そう、最初本当地獄なんですけど、その覚えていくにつれて、いろんなものがこう右肩に上がっていくっていうのはあるよね。技術も上がっていく、楽しさも上がっていくよね。そうだね。当然給料も上がっていくわけ。うん。他にないかな、上がっていくもの。人間性？人間性上がっていくよね。よく言えたじゃん。うん、まあ、いろんなものが上がっていくと。そうだね。だんだんそうやって仕事ができるようになってくると、いろいろ仕事がを任されたりして、まあ、責任感も増してね。ああ。うん。で楽しさも覚えてくるし。で当然技術が身につくので給料も上がってくると。だから本当に最初の3年が一番厳しくて大変だと思うよね。まあ、どんな仕事もそうかもしれないけど、ただそっからはね、4年目からね、なんかねガーンと上がったんですよ僕の場合。技術的なもの、これこれこれ。ああそうなんだ。うん、1年目はですよ、1ヶ月かけてチロルチョコを3500個獲得してたのが、4年目からいきなり1日で1000個1日で1000個獲得したわけですよ。それはもう楽しいよね。まあ4年目からもうどん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 ずっと上がりっぱなしです4年目以降は。でじゃあ一体この天井はどんぐらいなのって話だよね。うん、それは今でも気になってる。いろんな大工があるから、大工によっても単価が違うし、どっかの会社に勤めてる大工さんと一人でやってる、要は一人親方ってですね、個人事業主で一人でやってる大工さんとは全然単価がまた変わってくるんだよね。うん、だそういう面でも、一概には言えないっていうのはあるけども、まあ全体的にならすとまあ年ぐらいじゃないの。うん、会社によってはボーナスがあったりとか、まあ有給があったりとか、うん、でまあ一人親方の場合は、あの保険とかね、いろんなものが引かれるから、道具とかも車も全部自分で買わないといけないんで、そういうのにも結構お金がかかる。ね、大工は道具が多いから。直進です。だから、その分高いっていうのはありますよね。ただ、あの、もっと稼いでる人はたくさんいると思います。最初、道具とか揃えるのにどれぐらいかかるかとかは、なんか始めるにあたってさ、やっぱ、結構ね、あ、道具買わなきゃいけないもんね。うちはあれだよね、他は分かんないけど、うちは大体いろんみんなにもらえるんだよね最初ね。そうだね、見習いで入った時の道具についてですけど、そう、道具はもう本当大工は道具が多いから、いろいろ買わなきゃいけないけど、弟子って博士ってお金ないんで、みんなであの弟子たちのためにあのいらなくなった使ってない道具とかをこう、お、何を仕掛けるすげー。何やってんの鹿は。植物公園だね、植物園だから。なんで鹿がいんの。いや話で、弟子、あのもちろん会社で提供する場合もあるし、みんなの道具を弟子たちにこうあのあげるっていうのも多いよね結構ね。そうだから、あの弟子で入ってもあの道具の心配は大丈夫だと思います。大体みんなあの先輩方がくれるんで。
あのね、時間はですね、8時から10時まで働くんですよ、まず2時間で、そこから一服するんですよ、10時の一服っつって。これ絶対もう多分これ全国共通だよね。あの30分一服するわけですよ。で、今度10時半から12時まで働いて1時間半で、そこから今度12時から1時までが1時間休憩なんですね。で、その休憩時間がまたね、の使い方が人によってそれぞれ、だいたい寝たいやつが多いから、飯食い行っちゃうとね、寝れないね。飯食い行っちゃうともう全然寝れないっていうのがあるけど、お弁当の人たちはもう12時10分には食べ終わってるからね12時10分には食べ終わってもう50分ガッツし寝るっていう。お弁当のメリットそこにもあるね。うん、あるあるある。まあ当然弟子はそんなことできませんよ。弟子はあの寝る間も惜しんで解かないといけないんで。で、1時から今度3時まで2時間働いて、3時からまた一服ですね。3時の一服。で、30分。で、3時半から、一応僕らは6時まで働いてます。6時まで。はい。長いです。普通職人さんってなんか5時までっていうところが多いと思うんですけど。大工さんは結構現場の一応リーダーとかで現場監督みたいな役割もしないといけないので、やっぱ6時回ってもね、やってる人はやってるし、やっぱ責任感がすごい問われる仕事だから、大変な作業、大変な作業だけど、やりがいはすごくありますね。やっぱ大工さんがそのリーダー的なポジションになるっていうのは昔からずっとそのやり方、それはそう、昔からもうずっとそう、もう昔はほら設計士とか建築家っていうのはいなかったから、全部大工さんが設計もやったわけだ。設計もやるし、監督もやるし、作るのも大工さんがやった。だからやっぱそういう面でもやりがいみたいなのはやっぱすごくある。あとはだから、なんだろう、その、あ、いるわ、ここから。乗れる？乗れるよ。うん、はい、よっしゃーいっすー。あ、いるか、大丈夫、5人乗りなんで。お久しぶり、お久しぶりです。小学今 YouTube の動画撮ってるんで、これ完成知らない九州の福岡県宮川市のあの先輩大工さん、今奈良で合流しました。ちょっと小学くん一言お願いします。合流しました。はい藤倉っていう YouTube チャンネル僕らやってて、俺も登録せなかった。ぜひぜひぜひそれで今回の動画は、あ、じゃあせっかくだから古賀君の弟子の時のちょっと給料教えてもらおう。古賀君ちょっとお願いします。最初3ヶ月は、はい、チロルチョコ300個。300個？いや違う、3000個か。そして半年ぐらい経って、6000個。おお、あ、半年で昇給したわけですか。半年で。おお。なるほど、頑張ったから、まあ、頑張り次第やもんね。そうですね、そうですね。上から、ね、仕事になるって認めてもらえればその分増えるし、まさにその通り。やっぱその腕が上がれば上がるほどどんどん上がってきますよね、そこが面白いところ。だってさっき話したんですけど、やっぱ給料と技術と楽しさはどんどん上がってきますよね。上がってきれいする、でやっぱり道具とかもなんかその頑張り次第でこう買ってもらえたりするから、あ、はいはいはい、結局それくらいの金額でもやっていける。なるほどなるほど。いや、貴重な話聞きました。ありがとうございます。やろ、ありがとうございます。取られると俺真面目に話さないからいつものあれが出せる。ちなみにあの古賀さんはあの古賀建設あのやられてます。福岡県宮間市、福岡県宮間市古賀建設よろしくお願いします。むちゃくちゃ腕いいです。りょうくんとはどれくらいの付き合いだったかな。10年、もう10年ぐらいになりますね。はい、まあこんな感じでちょっとこの後、全国から40人のあの大工さんが大きい会場に集まって、ちょっとあの年に1回の会議を営業共和とか、まとめると大工さんっていうのはあの楽しさも給料もやる気もやりがいも全てがこうどんどん上がっていくという、そしてまあ作ったものが残ると、何百年ね、残っていくと、まあとっても誇りのある仕事ですということで、もうすぐ着くね。もうすぐあのちょっとみんなでこれからラーメン食べに行くんで、また次回の動画、今度モバイルハウスの第1弾になると思うんで、そちらの動画もお楽しみにしてください。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。